8月の15日、ツーリングももう4日目になってしまいました。4日目のこの日、フィルモアのモーテルを出て、一路ラスベガスを目指します。今日の走行距離は280マイル、約450キロです。今日も走り詰めの1日になりそうです。ユタ州からネバダ州に入りました。今日はこの道、フリーウェイ15号線サウスをラスベガスに向けてひたすら南下していきます。ネバダ州に入ると、やはりユタ州と違って気温も高いし、湿気も多い気がします。にしても非常に暑いです。この道は I-15、つまりインターステート15号サウスという名前がついているんですけど、アメリカのフリーウェイも、US、フリーウェイも全部行く方向によってサウス、ノース、イースト、ウエストと、必ず名前がついているので、自分がどちらの方向に向かって走っているのか、標識を見ると一目瞭然で分かりやすいです。昨日までの道はひたすら何もない荒野だったんですけれども、今日の15号サウスは林間じゃなかった、山間コースという感じで山の中をずっとこんな感じで走っていきます。なので、非常に飽きが来ないというか走ってて楽しいです。リアルビッグサンダーマウンテンみたいな山が、次から次へと現れます。ただし、山の間を縫って走っているので風が非常に強くてですね、特に横風が強くて結構右に左にオートバイが振られます。でしかもロードグライドは横からの面積が大きいので結構風の影響を受けやすくて、なかなか、突風が来るとヒヤッとします。まあしかし山が近いです。日本の高速道路でこんなに山が近くにある道というのを走ったことがないので、というかおそらくこんなに高速道路はないと思うので非常に走りごたえがあります。風は確かにちょっと怖いですけど、2017年式 FLTR ロードグライド107キュービックインチ約 1800cc のエンジンは非常に滑らかでトルクフルでとても快適に大陸を走ることができます。このハーレーダビッドソン、いわゆる
ツーリングモデルと呼ばれるシリーズなんですけども、オートバイに乗らない人にはちょっとびっくりするような装備、例えば、クルーズコントロール、ラジオ、それから AC 電源、シガーソケットから取れる AC 電源、それからスマートフォンにつなぐ Bluetooth であったりとか、本当に、乗用車のような装備がついているモデルなんですけども、こういったモデル日本ではちょっとやりすぎかなと思うような装備もですね、大陸を走ると本当に必要にして、つけられた装備なんだなということを感じます。あとラゲッジもですね、左右に2つと、それから後ろに、1つ、それから前に、グローブボックスというか小物入れが2つついていて、なんと後ろの座席にはシートヒーターまでついているという豪華装備のオートバイです。さて、山岳地帯を抜けたところにサービスエリアの看板を見つけましたので、ちょっともう喉の渇きが限界で、暑さももう相当暑いので、ここら辺で休憩を取りたいと思います。サービスエリアと名前はついてますけども、こんな感じでもう何もない、パーキングエリアですよね。トラックの運転手なんかがここで休憩をしています。で、我々も休憩をしたんですけども、日陰が全くなくてもう仕方ないので、オートバイが作るちょっとの日陰の中に隠れてですね、それで、水分補給して少し涼んでました。